かったなって思います。本当にやっぱね、いろいろアクシデントとかね、まあ、気をつけないとありのつきものですもんね。あと、まあ、くまちゃんが先生に、あ、熊崎すいません、なんか間違えちゃったかな、熊崎だね。としちゃん、かんげさん、新企画スタンドバイユー初用、初生使用してる、あ、別に、もう今ね、これしかないんで見れないんですよね。また後でチェックね、できたらいいと思う。ふくちゃんも好きよと、あ、聞きました、てか調べました、な、ペディアで、あ、直樹さん、そのままありがとうございます。コマリさんもね、ちょっとまた書いてきますね。そのトランジュさんもね、こんなハードル、あ、くんださんもね、もう皆さん本当に無理ない程度でお願いしますね。皆さん明日来れますかね。5時ぐらいから9時ぐらいまでやろうと思ってるんですけど、どうでしょうか。あと火曜日もね、5時ぐらいからも同じ9時ぐらいでやろうと思ってるんですけど、どうでしょうか。来れますかね。でも全部見れなくても、一部でも見ていただけたら嬉しいですし、そうですね、今日終わった後ね、また推薦コメントまだだよってしたらやってくださいね。あのね、一回書いて更新してくださった方ともね、スクショしてるん でスクショをお気に入り登録して保存して何回も見てるので、それで本当勇気もらってますし、皆さんのこと覚えたいなと思ってますし、もし残念な結果になっちゃったとしても、その推薦コメントのスクショ でもこれからの人生の私は励みになるなと思ってます。あと、そうですね、あの、このハッシュタグつけての拡散よろしければお願いします。最後スクショタイムのね、この多分画質があれなの、あの、夢地だと思うんですけど、よろしくお願いしますね。で、皆さん、そのこのハッシュタグ見つけたらね、検索したりしたらね、あの、皆さんお互い同士、あの、リツイートしちゃってくださいね、お願いします。実際そのツイッターからかな、見に来て初見の方もいらっしゃったので、あ、間違えちゃった、また通報しました。韓国語読めないんです、ごめんなさい。ハングル、リード、I can't understand, but, あの、リトルバードスピン、sorry。アベマ TV やと、また出してくれ、うん。ホタテイクラさん、火曜来ます、ありがとうございます。ユージンさん、一部だけで見れてます、ありがとうございます。ちょうど5時から1時、関係経営とか、無理なくね、お互い無理なく行きましょうね。トロジャム、小花見、これ、あ、待ってます、いつでも待ってますね。ありがたいけど無理なくない、はいはい、5時からそうですね、9時ぐらいまでやりたいと思ってます。間は多分ぶっ通しですね、切っても多分さっきまで 1、2分ぐらいでやります。配信終わったら推薦コメント更新とお聞きしておきます。 ありがとうございます、嬉しい。中村も僕を通報してください。でもまだゼロですよ、本当にゼロですからね、店ですからね。ワンマニアさん、また明日も、あ、嬉しい。ちょっと明日にはね、また画質が、あの、イメージじゃないことを祈りましょうね。千代坂さんもありがとうございます、可能な限りは、ありがとうございます。通報された立派ななんちゃうのですね。もう皆さんやめてくださいよ、本当に。本当はね、最終日ね、水曜やれたらいいんですけど、前回の配信とか見てくださった方には言ったと思うんですけど、うん、ちょっとその大学の授業の後、結構家から学校遠いので、その後8時、最終日8時までじゃないですか、間に合いそうなんですね、今の状態だと。なので Wi-Fi がある環境で、あの、他人の声があまり入らない、こう姿が入らないところで室内で、うん、ってなると、その都内に住んでる友達の家とか、うん、あとはそのカラオケ、 Wi-Fi ならカラオケかなと思ったんですけど、まだカラオケはその音源とかは使っちゃダメ、使わないってことで、スペース代として大丈夫なのか、まだ上の方にちょっと確認が取れてないのと、ちょっと友達もなかなかね、急だったので、あとも数日後なんで、ちょっとみんな家にいないとかね、うん、バイトがあるとかで、ね、結構友達が実家暮らしの子が多いんですね、
結構同じ神奈川県のだから大学に友達が本当に数少ない数えるぐらいしかいないので。でちょっとね難しいところではあるんですけど、でも最初はそうですね、最終日やらないつもりではいたんですね。でも皆さんこうやって応援してくださるから、30分でも、1時間とかでも最終日ちょっとできたらいいなと思ってて、まあ一番はねちょっと休校になってくれないか授業休校になってくれないかなと思うんですけど、コマリンさん大学との金がなんと思って、そうなんで、逆に私はその大学生なんで午前中とかだったらできるんですよ。昼ぐらいとかだけど、これ平日はね、まあ皆さんが中高の方はあれじゃないですか。だから多分5時からまあ最初に8時のことだと思うんですけど、逆に私5時までだったら余裕でできるんですけどって感じなんです。なかなか難しいですね。ユージンさん、韓国語単位を事前に用意してたり、ハッシュタグ音同士と拡散とか戦略性に長けてるところすごく好き。 ありがとうございます。推薦コメント返信配信なんてどう？ああ、ありですね、ありですね。じゃあそれ最後にしますね。あの私にとってのラスト、水曜できたらいいんですけどできれないかもしれないので火曜日にやります。はい、火曜日ちょっと。じゃあそれあのなんかそのツイッターでなんかその火曜の前日とかにとかなんかその定期的に皆さんでちょっとあのなんか教え合ってもらえませんか、その拡散というか。そのあれですね、12月4日火曜の配信ですね、5時から9時までその推薦コメントのお返事します。はい、で明日ですね、12月、3日の明日の5時から9時のどうしよう、最後の30分ぐらいかな、8時半ぐらいからちょっと投票やりますわ、やりますわとか言って、髪色投票やりますわ、髪色ね、来れない方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとこのスケジュールでやりたいと思います。はい、あのもしねその最終日の推薦コメント あのお返事はあの私が全部こうやってメモしておくので、あのスマホ1台でやってるのちょっとメモしておくので、もしあの来れた時にあの僕のとか私の推薦コメントとか言ってくれたら、あのパッてこうやって検索かけてちょっとアナログなんですけど、これでパッパッて検索かけてその場で言うので、そんな無理しないでください。ずっとあの5時から9時までずっといろってわけではないので、はい、皆さんあの無理なくお互いね楽しんでやりましょう。マリーさん、ありがとうございます。嬉しいです。でも本当に頑張りますね。皆さんのおかげでね、こんな前向きになれたので、いや絶対これも本当にメンバーになるしかないです。大丈夫ですかね。はい、合格してからの始めたできるように頑張れば。でも本当にね、マジ火曜、もしかしたら水曜か火曜最後になっちゃったら本当に、ね、もしね無理でも私はどんな形かわかんないんですけど、 SNS でなんとか見つけてもらえるようにして、なんとかそう皆さんと つながれるようにというか、どっちにしてもどんな結果にしてもあの感謝の気持ち伝えられるようにしたいなと思ってます。はい、とかちゃんさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。あとね、今日はちょっと20分くらいなんですけど、また明日ね、近くはないです、全然普通の道路です。はい、すいません、高速道路ではないです。はい、あのちょっとコマリンさん、もうピーですよ、ほんとにツーって感じで、通報のツーまで出ちゃいますよこんなねハートくれてるんでね、あの皆さんちょっと優等生な感じでお願いしますね、コメントはあのちょっと忘れちゃった、明日ね5時から9時ぐらいまでやるのでお願いします。あ、僕かわいい、ありがとうございます。これちょっと片思いファイナリーっぽいくないですかね皆さんがね教えてくださった色合いでやってみます。どうでしょうか、ごめん、はい、素直なので許しますとか言ってぜひね来てください。てっちゃんさん、初めまして、綺麗です。 ありがとうございます。今日はねちょっと、あとちょっとで終わっちゃうんですけど来てください。ぜひ明日も明後日もあの5時から9時までやりますね。それで明日3日の、5時から9時の間、あ、初見です。あ、なんか来て、皆さん来てくれて嬉しい、ありがとうございます。キラ上之助さんかな、もったいないけど人生に行く出ちゃうもん。でも私は、悔いなくやりたいですね。もちろん皆さんが応援してくださってるからメンバーになりたいって気持ち一心でやってます。はい、今は。はい、みんななんか初見の方多い、すごい。パチケンさん、
合ってるかな、ちょっとなんかショールームのこの白地にグレーで見にくいんですよね、濁点か半濁点か、本当にごめんなさい。バチケンさん、はい、すみません、初見です。後ろの文字見えるんだけど、どこ出身、ちょっと初見の方が一気に来たんです、自己紹介しますね、すみません、ちょっと常連の方コメント今拾えてなかったらごめんなさい、ちょっとはい、自己紹介します。 SK48 9期生候補のエントリーナンバー7番の7です。よろしくお願いします。今20歳ですね。あと数ヶ月後には21歳になってしまう大学3年生です。神奈川県出身で、父が豊橋市ですね。ちょっと今画質が悪いんですよね、すみません。豊橋市、松井玲奈さんと同じ豊橋出身で、結構昔から愛知県には縁があるなと思っています。はい、あと見に来てくださってありがとうございます。もしよろしければですね、このルームのフォローと、あと推薦コメントよろしければスクショしてください。そあスクショで間違えた推薦コメント書いてください。そしたら私スクショして覚えますし、この12月4日の、ね、火曜日ですね、あの5時から6時の間で皆さんの書いてもらった推薦コメントにお返事、あのここでやるので、よかったら書いてください。あとお星様ですね、皆さん今日もカラフルにありがとうございます、たくさん。あとハッシュタグをつけての拡散お願いします。あの結構今日まで累計5カ国以上、5カ国ぐらいの方が来てくださって、それでグローバルハッシュタグと、このラッキーセブンの7と、あと私がね本当にショールーム慣れてなくって本当にあれだったので、これですね、通報の7、間違えてタップしてね、皆さんのコメント通報しちゃったってことでやっております。で、そうですね、あれやっぱまだ海外の方いらっしゃるかな。 SK48 Nice Member Audition Entry No.7 My name is Nana, 20 years old. I'm from Kanagawa, Kanagawa Prefecture, 151cm. 저는 나나입니다. 여러분 나를 응원해 주세요. 정말 사랑해요. 감사합니다. 저는 좌타르기 って感じです。あと大家好, Entry No.1234567セブン、ウォージャオナナ、なんだ、アシアシスイ、スイジャオハウチ、スイジャオハチ、ジューズチョアって感じですね。はい、よかったら来月神田で成人式、あ、もう成人式は終わってます。はい、あの同級生ほぼ21歳です。だから本当にギリギリなんですね。そんな中、ソーダさんを見て、いろいろ大学との両立だったり、あと20歳での挑戦だったり、あと関東出身なのにそれでも活躍されてるってところで、私も背中をされて受けました。よさけさん、こんばんは、見に来てありがとうございます。たしえたしえ、あ、ママニャさん美人でこのキャラだから絶対だから、 ありがとうございます。頑張りますね、皆さんの応援無駄にしないように頑張りたいと思ってます。はい、ちょっとだからちょっとそろそろ40分なんでやってきますね。あの締めのもちろんコメント拾ってきますけど、ああノンコネメさんがまたあのお花もくれて、ヤスさんもまたスノードもくれて、ああありがとうございます。わー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 、わあわあわあ、まあ、いつも言ってますけど、私はあのあれどうしたもう何話そうか忘れちゃった。ちょっと何だっけ、あそう、スノードームだ。スノードーム、あの世界 の, あの全部の夢の国に行くのがあの夢なので、今香港しか行ったことないんですけど、ちょっとパリの時は行きそびれちゃったんで、そうなんです、スノードームを集めるの、夢の国のスノードームを集めるのが夢なんです。はい、あ、ヤスさんなんかいっぱい10100ハートですいません、ありがとうございます。なんかこんな応援してもらって、私は本当幸せ者ですね。今はねただのねあの一般人なのにね、でも皆さん本当無理しないでくださいね。もちろん嬉しいし、すごい元気になってますし、活力になってます。でも本当に皆さんがね無理してね、なんか辛くなっちゃうの嫌なので、見る時間とかもですね、もう見に来てくださるだけでもすごいあれですよ、タイムイズマニーなんで本当にね、お金では買えないね時を使って、私にね今時間をくださって、もう6201年もとか、わーアンブリーバボーって感じで、本当にありがとうございます。本当にね、ショールーム初日の前はね10人20人の方が来てくださったら嬉しいなと本当に言ってたんですよ、友達に。なので嬉しいです、ありがとうございます。本当にね皆さんね嬉しいです。それで海外の、ね、方もね多分時差とかある中ね見てくださって
私のねこの拙い英語、中国語、韓国語、あとインドネシア語もちょっとって感じなんですけど、ありがとうございます。見に来たらテロップに画質が良くなってください。いややっぱ良かったです。結構そうですね、第2回目ぐらいからちょっと画質がゆめちだったので。あー、直樹さんがおかげで よさけさん、なんで韓国語や中国語できるの？韓国語はできないです。あのプロデュース48見てたぐらいで、あとは韓国に普通に観光で行った時にちょっと覚えたくらいですね。チョアとかマシソヨ、オルマンヨ、ハマチですねぐらいです。あとイソヨ、プスムニナとかそんぐらいで、あとはこれは自分で調べました。あとケンチャナヨとかそんぐらいはなんとなくわかりますね。チョナナタルギとかイチゴとか、あと何コグマがサツマイモとか、あとそのプリンスフォーテイト見てたんでそれが一番ですね、はい。あと母がちょっとハリードラマ好きですね。あ、画質ちょっと書いてる、嬉しいですね。だからこれは自分で調べて、自分で文作って、その韓国語留学行って、あーイメチン、あーなんでだなんでだ、その韓国語留学してた方に、友達に転職してもらったらそのままでいいよってことで書いてます。で、中国語は第二外国語でやってるんですけど、全然話せるってレベルじゃないですね、本当に。やっぱり発音が難しくて、姿勢が、漢字だったり文法とか、その文を読む分にはまだあれなんですけど、書くとか、ちょっと発音はちょっと無理です、無理ですとかして千葉エリーさんになっちゃった、無理ですあ、マチケンさん同じ出身で同じ出身、あ、嬉しい、ありがとうございます。画質が安定するな、ちょっとまた明日に期待しましょう。明日はね、また綺麗なビューティフォル画質で頑張りたいと思います。イエーイ。おー、愛に、おー、愛に、あー、あ、これでも日本人の方でしたっけ、ちょっとあーとか言ってた、おー、愛に、コマリンさん、夜間は仕方ないとこありますけどね。あー、 Wi-Fi がですかね。そう、姿勢難しいですね、なかなか。あ、なんで第二外国語中国語にしたの、というのもやっぱり中国語とスペイン語がやっぱり英語の次で、やっぱり世界的に見たら使用されてる、やっぱり総人数ですかね、多いのかなって思ったんですけど、その迷った時にスペイン語は活用とか、ちょっと動詞の活用難しいよって聞いたんですね。でも発音は簡単だよって。こっちの中国語は発音は難しいけど、文法とか漢字とか、そのそっちの文簡単だよみたいな活用って聞いて、私は英語はすごい苦手意識があったんですね。特に文法に苦手意識があったので、ちょっと中国語をそのやったらちょっとだ、ね、難しかったですね。しかも中国語、はい、難しかったです。ちょっと言い訳はしないでおきます。ホタテイクラさん、ロシア語活用しまくりで楽しいこと。ロシア語取ってる方、難しそうですよ。なんか字がまず分かんなくないですか、なんかこの円周率のパイみたいな感じで。裸の王様、画質イメージ懐かしい。私もね、このショールームのおかげで知ったんですけど、教えていただいてね、ちょっと、こんなね、画質が良くない、画質がイメチ、イメチ、画質がイメチで、イメチになっちゃうんですね。イメチの中でもね、皆さんの、ね、おかげで本当にだからお会いしたいです。イメチさんに、イメチさんにお会いしたいです。感謝ですね、盛り上がれたんで。あなたは何食べましたか。あー、ディナー、これからネクストマイ、ごめんなさい、Today lunch is カニってなんて言うんだっけ、忘れちゃった、どう忘れちゃった、カニ海鮮丼海鮮なんだっけ、なんかすぐ忘れちゃうんですね。どんフィッシュじゃないし、アルファベットみたいなの33、あー、もう難しい、ディフィカル、ロシアンディフィカル、あー、もうなんか英語がそう伝えなくて恥ずかしい。あ、クラブ、北海道クラブ、北海、ジャパン北海道クラブ、クラブドーン、マイランチ、あー、買ってきてくれました。アイラブ、魚介類なんて言うんだ、オイスター、オイスターも微妙かな、オイスターよりもあれですね、クラブ、クラブサーモン、マグロ、あ、野田さんありがとうございます、明日もありがとうございます。あと、シュリンプ、ライク、
じゃあちょっとそろそろあれですね、まずスペシャルギフトくださった方のやりますね。明日もね、また皆さん、あ、もう、ゆ、い、ゆ、えっと、クラブ、クラブ、クラブ、カニ、わかるか、カニ、え、クラブ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 、ドン、クラブ、クラブプラス、なんていうの、ど、どんぶり、どんぶり、すめし、すめし、あー、すめし、わかるかな、すめし、うえ、どん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 、いえ、あ、ググってプリーズグーグルサーチ海鮮丼海鮮丼海鮮丼サーチプリーズサーチチュチュチュン ライスで大丈夫かな、酢飯ライス、あ、ロン、どんぶりボール、おー、センキューセンキュー、どんぶりどんぶりジャパニーズどんぶりイコールイングリッシュボール、あ、ヤグペ、あ、ヤグチさんですね、おーおー、間に合った、あとでもちょっとなんですけど、また明日ねやるので、明日はちょっと順番追っていきますが、ちょっとね焦っちゃって、はいはい、はい、ではとりあえずこちら順番にやっていきますね。まず、スペシャルギフトくださった方ありがとうございます。くんたさん、トランチェさん、コマリンズさん、直樹さん、ヤスさん、ノーコネメさん、ありがとうございます。ちょっとね、あの、見えるかな、芸能人ぶってね、サインなんてやってみた。あ、タカリンさん、タカリンさん、あ、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。聞くことなかった、ちょっと今書きますわ、書きますわ、書いて、